無観客ということで、まあ、2回目ではあるんですけども、やっぱりそのお客さんが入らず、こうリアルタイムの反応があんまりないのがちょっと寂しくて、ただネット配信コメントを結構たくさんいただいて励みになりましたし、とても楽しかったなって思いますし、新しいライブの形なのかなって認識し始めました。離さないでキュッと手を握ってて、あなた客ということで、隔たりというかネットで遠くのファンの方々にどう楽しんでもらえるかっていうのは結構考えていて、来客の時とも変わらないように工夫というか楽しく過ごしてもらえたらなということをポイントにしております。次回のライブもまた今回とはちょっと毛色の違ったものを用意したいなとも思ってますし、もう変わらず楽しみにしてもらえたら、その期待を受けてお返ししますので、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。いつもありがとうございます本当に皆様の応援とか、まあ、今日はコメントでしたり、普段はライブでの応援とかだったりにすごく元気をもらっているのは私の方で、これを、まあ、こういう大変な時ですけど一つ一つお返ししていけたらなという思いでライブをやっております。まあ何も考えず楽しんでもらえたらそれで嬉しいので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。